ちは。メタメタ薄毛化粧っていうかしてないんですよ今。今から化粧するんですよ。ありがとうね。だるまありがとう。金のだるま。前髪いかですか？本当ですか？まあ何もしてないんですけども。何もしてないんですけども。今からメイクアップ、メイクアップするんで。みやまるさんからのゆあちゃん。みやまるさんお昼配信してた、マジで言ってる？見てなかった、最悪だ。見てなかった、完全に完全に見てない。マジか、こりゃミスですね、私の完全なるミスですね。はい、パウダー完了でーす。熱いよね、もう熱すぎてびっくりした。これから頑張る感じですね。今一旦帰ってきてもう一回頑張るとこです。はい、今日は私は12時に起きたので結構早い方なんですよ。いつもだったら15時とかに起きてるんですけど、だからこの時間寝てるんですよいつも。あ、今16時か、まだギリ起きてるわ。違うよ、今日はいいわね、早起きしたんだから。早起きしたんだから。今からノーズシャドウを変えていきたいと思います。こちらの私の筆で変えていきます。あれですね、お歌の練習に行きます。気分を上げるためにメイクをしています。私はやっぱりメイクってね気分上がるんですよ。ほら見てください、この影の入り方。みんなに言っても分かんないけどさ、まあ別に化粧する必要全くないんだけどね、全くないんだからないんだからないんだけども、お風呂上がりじゃないよ、お風呂は昨日入ってます。私は今ねザ・コメだから帰ってきました。ダーコメです。ダーコメタイムから帰ってきました。まああんま分かんないと思いますが、皆さんにはというかこの画面越しでね伝わらないと思うんですけど、黄金だるまありがとう。こんにちは。宮村さん見てないな、マジやらかしたな、マジで。いつもさ宮村さんに LINE しよう LINE しようと思うのに忘れちゃう。忘れちゃうで忘れるなって感じなんですけど、いつもすっぴん可愛いですか？ありがたき幸せ、ありがたきお言葉、本当に見てないんですよ。黄金のだるまありがとう。ナチュラルユニアも返しメイクシアに持って帰り。ありがとう。今から涙袋が来ます、見ててください。ほらできました、涙袋が、ほらできました。
確かにできてるしね。はい、どうしよう、まつげ、うーん、ビューラーだけしようかな。先にリップ塗るわ。口紅したらもうほぼメイクしたようなもんですけども、お歌の練習してきます。ほんとコールしてくれるの、ありがとう。立ち見だっけ、黄金だるま、ありがとう。そうだよ、すっぴんだった、美しいでやす、ありがとう。ありがとう、グッドイブニング、こんばんは。出かけようと思ったら来週閉じてきた、いいんだよ、出かけても、出かけてもいいんだよ。そうダーコメ言ってた、お昼までは寝てましたよ。でお昼ダーコメ行って、で今帰ってきてって感じで、20分前ぐらい、うわまだね、帰宅途中でしたね。え、ハローベースナブルワードゲットしたの、ユアの、え、あれランダムだよね、え、すごい、ピンク衣装かわいいよね、めっちゃかわいいよね。あれもさ、ユアなんかね、ピンク紫水色があって、まあ、知ってると思うけどみんな、そうでかすかにピンクがいいなーって思いながら、まさかのピンクでした、嬉しい。でもえ、しかもそのピンクを、その衣装を着る前にみおまるさんが着てて、みおまるさんのぬくもりを感じながら着た写真です、あれマジ嬉しい。まあ、紫にもなりかけたんだけど、ピンクになりました。ギャリニアンって誰って言ってた、誰が、疲れさん、ほらありがとう。え、豊橋涼しい、めっちゃ暑いでこっち。黄金だるまありがとう。ゴールデンウィーク2日目っていう実感がないですね、なんかゴールデンウィークって5月1日からのイメージなんで、岩の中でそのイメージなんで、起きて、さっき起きてないから、今日は12時に起きたので、12時っていうか1回は10時に起きて、でもう1回寝て、でもう1回起きて11時で、もう1回寝て、でちゃんと起きたのが12時です。やば、ミスった、ここ音フェチ今日アイス食べたよ、何知ってるの、2個食べたよ。え、知ってる、いちご食べてた、え、これこれ、待って、一緒じゃん、食べるもの、嬉しい、一緒じゃん。何時に寝てるの、今日寝たのは6時です。本当に最近寝れなくて、もう本当不眠症かも。いや絶対違うけどさ、ごめんね。まつげ上がりました。まあちょっとマスカラはしないです、今日はマスカラはしません。アイラインを引いていきます。そう、早起きしたの。ユアニアのノーズも好きですか、ありがとうございます。金のだるまありがとう。そう、さっきすっぴん、今はもう作り上げられました。32度部屋がやばいじゃん。黄金だるまありがとう。赤ちゃんみたい、今からお姉さんになります。今から私はお姉さんになりたいと思います。
メイクアップタイム。アイドルなんで、本当いつもビジュアル面で言ってくれるね。嬉しい。か、昨日だるまありがとう。影のある女どういうこと？シャドウ？私シャドウですか？え、なんかあったよね、なんかなんだっけ、影なんだっけ。女の子大変ですよ、もう本当に。シロノワール食べました。金のだるまありがとう。えらい、ありがとう。そう、外食したの、応援してる、ありがとう。ダーコメはまあ家は一人じゃないんですけど、弟とママと行ったんですけど、弟が米チキで、あ、まあ、ん、ちょちょ、ポテチキで、まあ、ポテトもらって、で白のワール食べて、でアイスココア弟もユアも頼んで、でユアはいつものハムトースト。ちょっと今日は網焼きの気分じゃなかったんで、ちょっとハムトーストにしました。さ、あのね、今まではからし抜いてたの、絶対無理、食べれないと思って抜いてたんだけど、なんか一回からしを抜かずに注文して食べてみたんだけど、そしたら意外といけて、からしが、だから最近はからしを入れてます。最近からし入れてますとか言って、ありがとう。金のだるまありがとう。ほら、このアイラインで全然変わるでしょ。 これ見てください。アイラインがないからバブく見えるんだと思います。まあバイトですか。優勝ありがとう。あ、ミスった。水だ。こうやって消してます。みまさんと LINE 交換してます。1月に、私の誕生日にたこ焼き食べてる。え、今から公園行くんですか。え、ココミのネイルの写真もさやね、すごっ。さやね大人気。さやね大人気。本当にアイラインって一か八かなんですよね。もういいや、どうせ触覚で隠れるので、ほらどうせ隠れるのでいいです。ま、今日はこんなところでいいです、いいです。そしてね、ここにハイライトを入れていきます。ここにも入れます。ここにも入れます。まあね、画面上じゃ分かんないんですけど、全く分からないんですけど、まあ、ここに入れることによって立体感が出るので、ラインめっちゃ緊張します。だからココハ本当にすごいと思う。めっちゃキミエさんとかにラインしてるからさ、本当にすごいと思う。ビジュアルメンバーですか、ありがとうございます。本当悩むくらいキラキラしてね、キュンとします。嬉しい。黄金なるもありがとう。そう、あのね、レナが描くやつはペンタイプなんだけど、ユアはパウダーじゃないとなんか濃くなっちゃうからパウダーです。口閉じならいけんじゃない。できるよ。天使ユアにはなったか確信しました。あ、そうです、こんにちは。充電器持ってかないよ。刺すとこないよ。いやいや、メイク再婚しますか、ありがとうございます。本当に黄金だるまありがとう。それ好きどれだ。え、ちょっと皆さん、モバメ、まあ夜のモバメに書こうと思ったんだけど、ちょっと待って、いるかな、いないかな。
いないかな、いるかな。なんかね、メイク、あのさ、ユアさ、たぶん昔からモバメ撮ってる人はさ、ユアがさ、夜1日長文一通ってこと知ってるじゃん。でもさ、最近メールめっちゃ送ってるじゃん、ユア。だからめっちゃね意識して送ってるんだけど、だからユアとしてはそのなんかメールを一通じゃないのが頑張ってるっていうか、頑張ってるっていうか、なんていうの、なんか結構意識してて、ユアなりにはなんだろう、なんかやってるなって思ってるんだけど、最近メールを取り始めてくれた人はユアが今まで夜一通って知らなかったから、そのなんだ、昨日とかさ一通とかしか送ってないの、一昨日もか、そうで、そうそうそう、でそれに対してなんかその最近メールが、メールの回数が減ってて、減ってるからそれは無価値だしいらないって言われちゃって、メールがそうピエンって感じですだからみんな慰めて。そうだよ、ダーコメっていうタイプ、あのコンビニもビニコンっていうタイプです。こんにちはやばせやめて。そう、よかったんですよ、よかったんですよ。ヤのサイリウムはねピンク赤紫です、ピンク赤紫です。え、5月1日って平日え、北海道13度、めっちゃいいじゃん。今日早起きして競馬して2万負けた、何してんの、マジでその2万を私に継ぎましょう。ニューマルさんが紹介してた、何が何が、そう生活リズムがね、優勝ありがとう、結婚してミャンマルさんとのお断り、え、めっちゃぐっすり寝てるよ、多分あのヤクルト1000を飲んでるから睡眠の質が上がってます。夜配信あるよ、夜配信ある。今はあのメイク終わったら終わるかなって感じ。今何時ですか、今日もヤンヤンしか見えない、こんにちは。そう珍しいでしょこの時間、こんにちは。暑いよね、いや仲良くないです。あ、でも鏡あげたら喜んでました。え、うん、そのガーナミルクチョコのシロノワールか、あの頼もうと思ったんだけど売り切れてて、マジで売り切れてたんですよ。トーストサンド美味しいよね。そうからし克服しました、おとどです、こんにちは。目尻好きですか、コメダは違うね、うん、いやいや、からし食リームはやだ。でも、いや、あの、ハニーマスタードめっちゃ好き。アイライン入るとネキ感強く、どういうこと褒めてるそれ。ネキ感強くなるって。褒めてるあなた、それは。褒めていますか私のこと。え、公演ね、楽しみだね。レナ始まった？なんかさ、ユウが始めた時に始めん、レナって。一緒なんだけど、死ぬマジで。ありがとう。メイクはもう独学です私。あの独学っていうか、あのそのいろいろ見て、あ、ここにここを入れたらいいんだなみたいな思ったりしてます。岩 T シャツ作ってくれてるの、ありがとう。撮影に買いには間に合わないいつ着るの、通知来なかった、そうメイク配信してるの。優勝ありがとう。そうちょこちょこしてるんだけど、意識してるんだけど、中身濃いよね。いや、濃い濃いか分かんないけど濃いよね。宣伝配信より偉い、宣伝配信だったの、辛辣でした。ちょっとあの、うん、その返信聞きました。私二度見無視していいですか、気にしない、気にしないできます。ちょっと夜の返信で言おうと思ったんですけどね、頭なでなでしてください。昔、いや多分今の配信にないだけなんだよな多分。あ、そうなんだ、逆にたまにメールが来るからワクワクみたいな。そうだよね、ありがとうみんな。
ありがとう、うん、みんなが慰めてくれた、ありがとね。そう、最近、最近じゃない黄金だるまありがとう。暑いです。23分、45分にやめます。髪の毛もやらないといけないので、まあ別にアイロン今あるんだけどねここのコンセントに挿してやればいいんだけどさ。なんでぶっ飛びました、ありがとう。そうね、本当夜見れない。ゆあにゃんだって遅れる時と遅れない時もあるし、もそうなんだよね本当に、まあ、イヤが起きればいいんだけどさ。黄金だるまありがとう。競馬で儲けてそのおかげだって予定いやメイクして終わらないでくださいあとでもすることないかもすることないかも。あ、アイシャドウがあります。見てくださいこれ可愛いでしょ、アイシャドウ。ゆあちゃんのアイシャドウ、ゆあちゃんのアイシャドウ紹介、イエーイ。こんにちは、黄金ハートだるまありがとう。え、それな、マジそれな、本当に。なんかこういうメールは届くのにさ、届いてほしいメールとかね、マジで思う、本当に思う、みんな本当に思う、それ褒めてますか、よかったです。それはゴールデンダルマありがとう。え、すご、更新のために行ったってこと、ゴールデンダルマありがとう。あ、イヤにかぶせてないですか、それはよかったです。なんで俺の愛あふれる返信は届かない時がある。え、本当にそれな、本当にそれなね、黄金だるまありがとう。扇風機ちょくちょく回してます。それな、かぶせてくるとかあるの好き、わかる。シャム券届いた、ほんと11、黄金だるまありがとう。大人ゆあちゃんです。中身濃すぎて返信しきれない、まあでも確かにね、忘れちゃうよね。ゆあも何書いてるかわかんないもん。黄金だるまありがとう。ゆあちゃんメイク研究家の一面もある、将来メイクの仕事したいんですよね。そのだからやっぱそのメイクのそのプロデュースしたりしたいんですよ、私の夢はね。もうありがとうね。紙書いてるやつね、ゆあだってまあほぼ毎日ブログみたいなもんだよね、本当にね。え、困っちゃうわーって感じで、まあでもゆあちゃんは気にしないので、気にしないタイプなので。え、どこ行った、私は気にしないタイプなので、どっか行っちゃったんだけど、え化粧筆が消えた、嘘でしょ、消えることある、出したよね、あれ入れたんかな、消えみやした船が別にそういうルールがあるわけじゃないし、いいかと思います。ありがとう、なんでなんで本当だよね、そう本当にみんなの返信で元気出るから、扇風機の風いい感じあった、ありがとう。全肯定タイプのアイドル、あ、間違えたそっちがアイドルになっちゃったそっちがアイドルになっちゃった。え、本当にどこ行ったんだろう、え、出したよね、私今出したよね、なんでないんですっきゃ。いや、にえちゃんメールありがとうね。いや、こちらこそだよ、読んでくれてありがとうね。メール次々話題変わってましたよ、ほんとほんと、ね、変わりすぎじゃない、なんかもう変化球レベル。ハートありがとう、初見さんありがとう。あー、構うと喜ぶ、あー、なるほどね、ちょっとじゃあ構わないで無視します。ハートありがとう。儲けてゆあにゃんのトーク券頑張る頑張ってよ、それなら競馬頑張ってよ。こんにちは、
アイシャドウいちご味です。いちご味です。ほらありがとう。え、そう、本当に見た目が可愛いとめっちゃモチベ上がるんですよ、本当に。まあ、もう一個あるんだけどね、もう一個あるんですけど、2個使いなんですけど、私は2個使いなんですけども、はい、本当に売れない。YouTuber でーす。編集、え、マジでアリ、それなんか前16通とか送ってくれたじゃん、あれ、あれで分かったからさ、返信番号が、ね、本当にない。え、なんでなんでなんで、誰か知らない筆。本当にどこ、あ、待って、分かった、こっちのポーチ入れたかも。え、ないわ。もうなくて怒りマークです。筆なくて怒りマークです。筆なくて怒りマークです。もう私は、見えないし。肯定しまくり編集届いてます。めちゃ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 届いてますよ。嬉しい、ありがとね。かきもとルーム、ゆわにゃんルームでにゃんにゃんしてるって自慢して、どうやかったにゃんにゃんしてるって。こんにちは。こんにちは。ほら、ありがとう。黄金なるま、ありがとう。そうだよね。いるよね。スルースキル大切だよね。スルースキルを磨けまーす。で、隠してすいません。犯人みっけ。犯人みっけ。こんにちは。メールの文脈ガチでいかれて、それな、本当にそれな、自分でも思う、すごく思う、それは。そうだよね、あの、虫にゃんでいきます。今日から虫にゃん。こんにちは。俺もカート喜びますか。いいですね、いいですね。嫌が構うことによってね。腕の子、ごめんね、一生探してる配信で時間通り過ぎてっちゃうよね、こんな。本当にないんですよ、さっき出したのに。お菓子なんか入ってる？ないです、お菓子の中にはなかったです。タコありがとう。拭きましたか？やば、3万も負けてるんじゃん。内容変わるけど自分の返信も内容が変わるか、え、確かに。愉快ですか、愉快。アイシャドウ食べれないね、このさ。食べちゃいました。香港競馬、香港まで行くの。香港まで行っちゃうの。やちゃんに構ってもらいたい、構うよ、いつでも、おいで。土日返信どっちが多かったん？あー、あー、どっちもどっちだった。でも、いや、本当にどっちもどっちだったんだよね。でも若干日曜日の方が多かったような気もする。こんにちは。そう、16通送ってくれたんだよ、すごいでしょ。筆の代わりにお馬さんの尻尾持っていきましょうか。今やめてください、ポニーテール。確かにね。耳にかけてる。あった、こんにちは。ごめんね、筆探す配信で。可愛いでしょピン。ユニャン切れちゃった。
言わにゃん。そうだよね、河村塾生みんなポジティブだから、みんながその分あのポジティブを送ってくれるので、まあいいや、予備の筆使います。予備の筆使います。ちょっと鏡がね見えちゃうんですけど、ちょっと、あ、見てこれキラキラ、あ、見えないか。見えないでしたね。当たりすぐなくすよね、本当に本当に本当に。え、すごいでしょ、岩何通来たって言って答えちゃうっていう、この私を見てください。一生私についてきてください、皆さん私についてきてください。立ち上がったら出てくる、それある、待って、あったあった。もう筆につけちゃった、あった。ありました、筆ありました、配信です。はい、ほら見てください、もうこれピンクです、つけちゃったんで。見つかりました。ねえマジでさ、もう一旦こっちで塗りまして、ありました、ありました、ほんとね、そうだよね、こうやってね、こうやってやって落とすんですよ、粉ちょっと舞うんですけど、ピンク、ピンクです。初見さんありがとう。虫にゃ、じゃあそっちの虫じゃないです、常に、あ、私も褒めていますね、本当に褒めてくださいますよ、あなたも。ペペペ、メイク中無言タイプです。メイク中そうです、今からラメをつけたいと思います。キラキラー、きっと見えないけど、きっと見えないけどね。このラメが大事なんですよ、みんなも私のラメ見たことあるでしょ。本当はねラメは手でつけた方がいいんですけど、ちょっと今日は時間がないので、はい、本当に心躍る、嬉しい、シャレな。黄金だるまありがとう、豊橋の。でももうね、筆はね結構もらいただいてるんですよ、私ファンの方から結構いただいてるので、こんにちは。お菓子の袋探しちゃった、こんにちは。え、スマホで買えるの、ガチ買ってるし。え、それが当たったら岩にやってくれるってことだね。おいらも岩にゃんにかまってほしいにゃん。にゃんにゃんですか。にゃんにゃん、にゃんにゃんですか。ちょっともう今日はこれでいいです。今日はこちらで完成です。まあほぼわからないんですけど。
からないレベルなんですけども、今何時ですか。そう、メール年始でデータです。わかる、それな、デコにあるよね。やだよブチギレ配信とか。いや、みんなにブチギレることないから。ありがとう、可愛くて尊いだって。こんにちは。そうなのこんにちは。塾って、いや、なんかまあ好きなことって、あの、いろんな雑学とか、あの、数学の公式とか、音楽の授業とかやってます。待って、アイロンもここでやるわ。なら12時過ぎまでできる。あ、12時じゃない、12時、あの、5時5分ぐらいまで。髪の毛もやりたいと思います。ピカピカありがとう。わかった誰もありがとう。それな、本当にありがとう。めっちゃ近くにあったやみなありがとう。でもいっぱい入ってたよ筆。こんにちは。あ、そっか、17時から公演始まるか。じゃあ55分に終わります。こんにちは。物探しアイム、それな。ね、コメントよな、ね、それな。よかりました、よかったです。東大元暮らしでしたいや、太もものとこにありました。12時までないし、やばい。筆ない話終わりました。富士山より強めです。強め、高めとかでなく緊張する、なんでいや、変わってもらってじゃないから。ビーム始まった。ビームの方行こうとしてるやん。キーのだるまありがとう。真剣な表情好きですか。ラーメン、無言でも辛辣なコメントは来ないから。そうだね嬉しい。参考、ちゃちゃ、好き、メイクしてるとこ参考になりますか。そうね、たまにつぶやきます。初めてよ、ショールームでつぶやきました。いつもつぶやいてないので、まあ今日は昼だからかいいかなみたいな。昼っていうか夕方か。実は気になってて言い方、愚痴にゃんやだ、ちょっと愚痴にゃんやだこんにちは。ちょっと今日ナチュラルメイクで。こんにちは。いや、そっちの腕じゃないから、そっちの腕じゃないから。ありがとう。今何分だ。さっき40だったよね。説教配信、金の後ありがとう。鉄こぶし怒る、鉄こぶし送るほど怒らせないでしょあなたは。マジで豊橋府でをリクエストしてもらってた。喜ぶ、そう、やばい。43ありがとう。24時やばい、延長ヤッホーだよやちゃん、アイロン使えるよ知ってる、その男塾。いや、リスペクトしてないです別にリスペクトっていうか知らなかったですね。何それ、対象デモクラシー。こんにちはです。下地はち、あのね、今日はしない。下地はした、チークは今日はしないです。今日はしない、今日はしないです。チークは、下地はもうした状態で配信しましたそんな人いるの、ブチギレられたくてって人。いや、よくない、よくない。さすがに、あの、卒業公演なのでかぶりません。そうだね、明日の今頃は確かに愚痴にゃやだ東大元暮らしとか言わ、発言に言わちゃ、本当？東大元暮らしはよく使います。こんにちは、つぶやいてきますわ。私もお化粧し、104、嘘、本当に104歳。ありがとう、みんな時間。闇にゃんも愚痴にゃんも嫌なんですけどあの、ちょっとおこにゃんでお願いします。おこにゃんって感じで。あ、鉄拳って鉄拳っていうの。そう、制服の目だよみんな、明日。あ、そっか、言ってたね。ただいま、こう、鉄拳もらっていますか望んでいることでしょう、あなたの、きっと。
ょっとアイロンしますね。ちょっと時間がないので、あ、クッションが、部屋でアイロンするの初めて、部屋でアイロン初めてです。初めてアイロン部屋で、どういうこと？いやいや、2分だけられるみんな M なんですかね。コメントのとこタップして岩に変えた？コメントのとこタップしてみて、あ、アイコンってこと？え、本当だ、え、かわいい。この岩、いつの岩だこれ、やば、アイコン岩にしてくれたの？ありがとう。こちら私のアイロンです。私の誕生日に買ってもらったアイロンです。もう私はこれしか使えません、アイロン。今日は150度でいきたいと思います。これめっちゃ早いんだよ、ほら、もうあっという間に50度になる。ほら150度です。早いでしょ。もう熱いんですよ、ちゃんと。木のだるまありがとう。ちょっと普通に急がないとね。まあこれがね、高性能のアイロンってやつですよ。阪神逆転勝ったの？ほら、まっすぐでしょ？ほら、見てこのツヤ。このアイロンをすることによってこのツヤが生まれます。マジで言ってる？マジで言ってる？ちょっと今日めっちゃ適当にやってますね、アイロン。まあ言うてただの歌の練習なので適当でいいんですよ今日は。そう、あのね、宿毛してるからまっすぐっちゃまっすぐなんだけど、でもなんかそのなんていうの、まっすぐの極限状態を知ってるから、ゆあはだからそれに近づきたいんですよ。わかる？だから周りから見たら別にまっすぐだけど、ゆあから見たらまっすぐじゃないみたいな感じですね。こんな感じですね。みんな55分になったら教えてね。やばいよ、これ挟んだらやけどやけど、すごいでしょ。ハンバーグは焼けないですよ、ポップコーンならできるよこれで。僕の愛も150、なんか微妙やな。360度でなく150度。ちょっと今日は七三前髪にしようと思います。七三じゃないな、8割前髪にしようと思います。今日はまっこんぐらいでっしょ。こんぐらいでっしょ。前髪切らなきゃ。ちょっと明日の公演には切るんで、皆さんあのこれの状態覚えておいてください。明日の公演には前髪切ってるんで、はい、ちょっと今日はいいかなみたいな。終了でーす。終了でーす。お疲れ様でした皆さん。まああとは洗面台に行ってケープをします。ちょっと今手元にケープがないので。でね、7328282827
にする。じゃあアイドル前髪に今日はしたいと思うのでって思ったけどできないあ、これでいきます。今日これでいくので今日今日暑い、本当に本当に暑いよ今日。びっくりするぐらい暑いよ今日。よし完成です。本当はここ毛先巻いてるんですけどね、ちょっと巻ける長さじゃないので実力やらつやにゃんです。お高いもんだよそっち前のまだ箱から出してないんですけどまあでもあのシワシワな服が出てきたのでちょっと、はい、挟みすぎそうだね。髪ちぎれる。ずっとこうやって当てたら髪ちぎれる。え、仕組みしたことある？すごいよね。今日暑い。パーカー着てた？まあ家ならね。公園行ってきます。頑張ってね。楽しんでね。可愛い洋服でしょ。可愛いんですよお洋服。ありがとう久しぶりにメイクした顔で配信してますいつもすっぴんでごめんねって感じで。まあでも明日公園あるので、まあ明日はバチバチメイクですけど、はい、明日は別バチバチメイクイワニャンですけど、ちょっとあんま似合わないこの前髪、ちょっと似合わない事件発生。までもいいよね別に。挑戦ってことで、新しい前髪に挑戦ってことで。まあ顔かわいいですか。じゃあそろそろ読み男女しますかね。ほらありがとう、みやちゃん完成。お前じゃないです。そう、明日司会旅行。お疲れさん。ケープで止めればいいよねきっと、多分。こんにちは、ありがとね、練習頑張ります。確かにねえ、かきさんも目返信してるの一緒や本当ありがとう、みんな可愛いって言ってくれて。めっちゃ可愛いって言ってくれるんだけど今日いつも言ってくれるというか。明日どこ見たらいいかな。え、どういうことどういうこと、パフォーマンスとかってこと。金のハートありがとう。可愛いですか、ありがとうみんな。イケボで決めてる人がいます。明日楽しむね、ありがとう。ありがとう、似合ってる。ハートありがとう。読み男女53、危ない危ない危ない、55分に終わるんだよ岩は闇男女。あ、ゆあちゃんのどこ見ればいいですかってこと。まあそりゃね、お顔ですよ、そりゃお顔ですよ。10歳の方、ゆあの清楚にゃー、ゆあの清楚にゃー12の方、推しが可愛すぎて死んで、私ですね、確信ですこれ11の方ゆあの小顔ローラーのピクミンです。10の方、ハートの方です。キーの方、ブラックサンダー、ブラックサンダーの方、ブラックサンダーラーメンの方。8位の方、あ、里川さんのあれだ、クロワッサンの方。7位の方、チロスの方。6位の方、イアンのかわちいパーカーを作ってくれた方。5位の方、あ、イアが描いたパンダの方、久しぶり。4位の方、アンズさんのアバターの方。3位の方、あ、え、ちょ、なんかすごいさ10番の時代やば、10番の時代来たぜって感じ。2位の方、イヤが描いた歌舞伎の方。1位の方、ニャンニャン大好き、好きだった好きだった、大好きじゃなかった。え、でも好き、可愛いじゃなくて好きになってる、あれ、もともと好きだっけ。ありがとうみんな、ちょっともう55分な気がするので、だよね、55分なのでやめまーす。バイバーイ。あ、大好きにしてくれる。
ナイス。ありがとうございました。切ります。